ブラジル皇の紋章ブラジル皇の旗、ブラジル皇は1645年10月27日から1815年までポルトガル王国の推定相続人が保持した称号。ブラジル皇は他にもブラガンサ皇などブラガンサ公国の儀礼称号も保持していた。ブラジル皇という名前はポルトガル海上帝国の植民地であるブラジル副王領に由来する。1815年。 ブラジルが植民地からポルトガルとの同君連合としての王国に昇格し、ポルトガル・ブラジル及びアルガルベ連合王国が成立したことで、ブラジル皇という称号は使われなくなり、代わりにポルトガル王大使の称号が使われるようになった。その後、ブラジルは連合王国から独立し、ブラジル帝国になるが、その相続人はブラジル皇太子殿下と呼ばれた。 ジョアン4世の小生まで、ポルトガル王国の王太子は、ポルトガル公の称号を使った。ジョアン4世が王位を継承すると、彼は1645年10月27日後継者のテオドジオに、ブラガンサ公の称号を与えるとともに、ポルトガル公の称号を、廃止、もっと立派な称号として、ブラジルくらいに除した。ブラジル皇の長子には、 ベーラーとバルセロス公の称号が与えられた。ブラジルがポルトガル・ブラジル及びアルガルベ連合王国の一、王国に昇格したとき、ブラジル公の称号はポルトガル・ブラジル及びアルガルベ王大使にとって変わられた。そして、ブラジルが王国から独立すると、称号はポルトガル及びアルガルベ王大使に変更された。ありがとうございます。